2005年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の下院にあたる連邦議会の議員を選出するため、2005年9月に行われた選挙である。2005年7月1日、ドイツ連邦議会において、シュレーダー首相の新任決議案が反対多数で、否決されたことを受け、ケーラー大統領が連邦議会を同月21日に解散したことで行われた総選挙である。 背景には5月に行われたノルトベストファーレン州議会選挙で与党の社会民主党がキリスト教民主同盟に敗北して同州における政権の座を失ったことで州政府の代表者で構成される連邦参議院において野党が多数派となり政権運営に支障をきたす状況に直面したため選挙を1年前倒しして行う意向を与党が示したことがある この結果、CD、CSU FDP、スピード B90G は共に過半数に届かず、CD、CSU FDPB90G、スピード FDPB90G などの連立が協議されたが、いずれも、政策の違いから交渉は失敗した。このため、CD、CSU が、スピードと大連立を組むことで合意し、 シ d ディのアンゲラ・メルケル党首を首相とする大連立政権が11月22日に発足した。シ d ディ、シエシと赤力連合が共に議席減らしたのに対し、中道自由主義政党の FDP と左派政党の左翼党が二大政治勢力に飽き足りない人たちの支持を集め、得票、議席を大きく伸ばした。特に PDS とスピード最左派が結成した。 労働と社会的構成のための選挙オルタナティブが合同して発足させた政党連合の左翼党はシュレーダー政権における社会保障制度改革に伴う社会保障費削減を厳しく批判し BTS だった前回2002年より2倍以上の得票を獲得議席数で50議席以上を獲得して緑の党を上回り大きく躍進した 特に旧聖独地域において、前回1%足らずだった、支持率を4.9%に伸ばし、旧党独地域に限定されていた支持を拡大することに成功した。この躍進の結果に関し、同党の筆頭候補であるグレゴール・ギジ氏は、今回の国民の選択は、現政権与党も、保守野党も知りけたと述べた上で、二大勢力の敗北は、 国民がうんざりしていることの現れだと強調した。連邦議会の解散は、首相審議案が議会において過半数の承認を得ることができなかったときに、首相が大統領に対し議会の解散を申し入れ、これに基づいて大統領が21日以内に議会解散を決定することができるとしており、連邦議会の解散には高いハードルが課せられている。N ケーラー大統領、ドイツ連邦議会を解散、ウアールツーム16、ドイチェンブンデスタグ AM18、セプテンバー2 0 0 5より引用した。第2投票で0.5%以上の得票を獲得した政党。選挙区議席が比例配分議席より上回ることで生じる、超過議席は CD、c c u が7議席、スピードが9議席の、 1> 計1 6議席ドレスデンの第一選挙区において、選挙直前に候補者の一人が死亡したため、同選挙区における選挙が延期され、10月2日に投票が行われた。そのため、全体議席が確定したのは10月2日にずれ込んだ。N、ドレスデン1区の追加投票を終る、ドイツ連邦議会選挙 CD と CSU は、姉妹政党で、連邦議会では、 統一会派を組んでいる。シエシウはバイエルン州のみで活動する地域政党で、同州以外では候補者及び政党リストは提出しないので、シーリと競合することはない。各党のシンボルカラーが中米のジャマイカの国旗と同じ配色であることから名付けられた。3党のシンボルカラーが交通信号と同じ赤、黄、緑であることから名付けられた。 ブンデスティグスアル2002ズバイトスティマンウントシトズインデンバンドレンダンとブンデスティグスアル2005ズバイトスティマンウントシトズインデンバンドレンダンとの比較独創選挙に大勢力とも交代左翼党は54議席に躍進新聞赤旗2005年9月20日付ありがとうございます